皆様こんにちは、西山でございます。本日は徳川義直の生母おかめさんのお話をさせていただきますけれども、この回はですね、尾張名古屋の歴史に関しては非常にお詳しい方々の集団で大変恐れ多いところに立っておりますけれどもお気づきの点等はぜひご指摘いただきご教示いただければと思います。よろしくお願いいたします。京都市伏見区深草大亀谷五郎太町という住所がございまして、ここにお亀さんの亀と徳川義直の幼名でございます五郎太という名前が、住所に組み込まれているわけでございます。文字通りおかめさんが、幼い頃の五郎太と一緒に一時期住んだ場所でございまして、この清涼院今この清涼院という尼寺になっているわけですけれども、おかめさんが男子誕生を祈ったというですね、仏像ですとかこのおかめさんの肖像画、これは20代の頃のおかめさんで、22、3歳だろうと言われておりますが、こういった肖像画、おかめさん関係のお宝をたくさん所蔵しているお寺でございます。でおかめさんは生まれも京都でございまして、現在の京都府八幡市でございます。徳川家康20人側室がいたと言われておりますが、おかめさん唯一の関西人でございました。そして、家康子供が16人いましたけれども、男の子だけで11人いました。スライドは男の子だけ書いてありますけれども、この8男戦地を9男義直を産んだのがこのおかめさんでございます。その、おかめさんの、出身地であります八幡というのは京都駅から見るとちょうど、南西の方角でございます。岩清水八幡宮と書いてあるところあたりが八幡でございますが、京の都はこの、南西の裏鬼門にあたるこの岩清水八幡宮と比叡山延暦寺ですね、反対の北東の方角にあたるこの表鬼門の延暦寺と、岩清水八幡宮とで、両側からがっちりと守護されているような形になっております。そしてこの八幡には、男山という小高い山がございまして、そのてっぺんに岩清水八幡宮が立っております。昔は神仏集合でございましたので、神社もお寺も一緒になって同じところに立っているんですけれども、この岩清水八幡宮の周りにもですね、お寺がたくさんございまして、その一つに正法寺というお寺がございます。でおかめさんの父清水宗清と言いますけれども、この岩清水八幡宮の社人でもあり、正法寺の大旦那、檀家総代でもございました。清水宗清さんのご子孫が今日来ていらっしゃる、まだ来ていらっしゃらないですけど、来ていらっしゃるそうでございます。あとご親戚の方も今日来ていらっしゃいます。でこれは3年前に撮った、正法寺の写真でございます。徳川を迎える山と書いて徳光山、正法寺と書いて正法寺と読みますけれども、おかめさんのお父さんが檀家総代を務めていたお寺でございますが、おかめさん自身もこの正法寺のすぐ近くの生まれというふうに、ご住職から聞きました。でこのお寺大変立派なお寺でございますが、それはおかめさんが尾張藩主の母としてですね、多額の寄付といいますか寄進をしたからでございます。で1626年にそのおかめさんの寄進によってこういった本堂唐門を、建立しておりますが、このお寺今ですね、拝観できる日が1年に10日ぐらいしかなくって、コロナなのでもっと今は少ないと思うんですけれども、その甲斐あってかですね、非常に1600年代の襖絵なのが綺麗な状態で残っているお寺でございます。唐門の、拡大がこちらでございますが、
戸のところにですね、あのボタンの花のこう浮き彫りといいますか、あのボタンの花を一生した彫刻がありまして、でその上の梁の上にもですね、ボタンの花の透かし彫りがございます。唐門をお寺の中、本堂の前のところから見た、写真でございます。の終わり徳川家はこのおかめさんの影響力というのが非常に大きいです。重心はですね、このおかめさんの血筋でがっちりと固められております。おかめさん、徳川家康の側室になる前に、2度の結婚歴がございました。1度目はこの丸一と書いた竹の越正時と結婚して、この、後の竹の越正信を産みますが、正時とは死別いたします。その後丸二と書きました石川光元というですね、豊臣秀吉の家臣だった人の側室となりまして、後の石川光忠を産みます。この光忠は岡部さんの子ではないであるとは断定できないという、研究者の方もいられおられますが、ここではちょっと岡部さんの子だという説理で進めさせていただきます。そして、石川光元自体は関ヶ原の戦いの翌年にもう亡くなっているんですけれども、その前に、岡部さんとは離縁しているようでございます。そして、家康の側室になって、家康にとっては八男の千千代と九男の義直を産みます。その他に岡部さんの兄弟であります清水忠宗もおりまして、この岡部さんが産んだ子供のうちで、義直が尾張藩主になりますと、前の夫との子竹の越さん、石川さん、清水さんが、尾張藩の、重臣といいますか家老職相当につきます。でさらにここに、成瀬渡辺を加えました5つの家が、尾張徳川家では万石以上の年寄り、1万石以上の年寄りでございます。藩の中では年寄り、対外的には家老という言葉が使われていたようでございます。中でも、石高の高い成瀬さん、竹の越さんを、両家年寄りと呼んでおりまして、尾張藩で、両家といったら、成瀬さん、竹の越さんを指すことは周知の通りでございます。さて、徳川家康、義直のために名古屋城を建てるわけでございますが、築城の決定は1609年でございます。翌1610年から普請が始まります。時同じくして清洲越しも行われますが、そもそも尾張の国というですね、行政区分、実はとても古くて、今から1300年くらい前の645年から遅くとも701年までに、尾張の国という行政国ができました。700年頃から、明治維新の、廃藩置県で名古屋県ができて、すぐ愛知県になるんですけれども、廃藩置県まで、ずっと1000年以上この尾張の国という言葉が使われて、それが行政区分になっておりました。そして、1400年頃から、築城年数は年ははっきり分かってないんですけれども、現在の稲沢市の、稲沢市に織津城ができます。そこに守護所が置かれます。守護が住む建物のある場所が、その国の中心地とみなされておりましたので、織津が、尾張の中心地とみなされておりました。でこの織津城の別邸が、清洲にあったわけでございます。別郭が清洲にあったわけでございますが、1476年にこの織津城が戦乱で焼失した堀に、別邸のあった清洲に守護所が移ります。ですので、1476年からは尾張の国の中心地というのは清洲ということにみなされておりました。でその後、1600年関ヶ原の戦いで徳川家康が勝利した後、その時清洲城主であったのは福島正則でございますが、家康は
その福島正則を、広島に移してですね、自分の四男の徳が、松平忠義を清須城主にいたします。ですが、1607年に忠義は若くして亡くなってしまったので、九男の義直を清須城主に指名いたします。その時、清須は低地で狭くてですね、洪水や水攻めの恐れがある、清須ではなくて他に移すべきと、家康に進言した人がいました。それが、山下氏勝という、家康の家臣で義直の森役であった人でございます。この山下氏勝もおかめさんの親戚です。おかめの方の妹ぼちゃさんという名前だそうなんですけれども、妹の旦那さんなので、おかめの方から見ると義理の弟が山下氏勝でございます。名古屋市によれば、山下氏勝がおかめの方を通じて家康に清過ごしを進言したということが書いてあります。移転先の候補地は、名古屋の他に古渡りとか小牧が上がっていたようでございますが、最終的には家康が名古屋に、決めて、清須から名古屋への移転が決定されました。その山下氏勝とは何者かということでございますが、もともとは飛騨の国の生まれ、現在の岐阜県白川村にありました帰り雲城の城主の内ヶ島氏に仕えておりました。帰り雲城、天正地震の大地震で山が崩壊してですね、一夜にしてこう城は土砂のに飲み込まれて、死者は500人以上だったと言われておりますが、難を逃れたのは所用のために城を離れたたった4人だと言われております。山下氏勝、その4人のうちの1人でございました。後に家康に仕えて義直の森役になります。帰り雲城の災害がですね、山下氏勝の心理にどう影響したのか、心情的なものは推し量ることしかできないんですけれども、この帰り雲城で地震があって、災害にあったということで、ひょっとしたら城に立つ位置というのに敏感になっていたかもしれませんが、これは何とも推測でしかございません。でそれでもし徳川家康が人の意見に耳を傾けない人だったら、この清須越しというのは実現しなかったと思います。家康という人は非常に家臣の意見によく耳を傾ける人だったと言われております。そのことは徳川義直がですね、自分の子供の三つ友によく語り聞かせていたという記録が残っておりますが、現代語で要約しますと、義直さん曰くですね、とにかく自分をいさめてくれる家臣を大切にしなさいと。甲斐の国武田信玄の息子の武田勝頼が滅んだのは、家臣の言うことを聞かなかったからだし、信長も、当初うつけ者と呼ばれておりましたけれども、平手正秀という家臣が死をもって諌めたために、一度はこう行動を改めた。でもまた家臣の言うことを聞かなくなったので、結果的に明智の手にかかって死んだと。でも権現様、家康は違うんですと。家康は家臣の言うことをよく聞いたので大成したのだと、三つともに義直が言っていたというですね、家臣の記録の記録が、この名古屋草書第24巻と三辺貸し話というところに載っております。息子が孫に語り継ぐほどの聞く耳を持った家康は、この清須越しを提唱した山下氏勝の意見にも耳を傾けました。そして尾張の中心地を清須から名古屋へ移すことを決断します。そして1609年名古屋城築城を決定いたします。家康が名古屋城を建てる前、現在の名古屋城二の丸あたりには、かつて名古屋城と、下の名古屋城という字を書く名古屋城が建っておりました。最初に城主として住んだ人は今川氏豊という、今川義元の末の弟でございます。家康が幼い頃人質になっていた今川義元の末の弟でございます。10代後半の若い城主でございましたが、少しドラマチックなエピソードが残っておりまして、当時諸畑城、稲沢市と愛西市にまたがるところにあります諸畑城に
織田信長の兄、父の織田信秀がおりまして、信秀が蹴鞠の名手を、まあ、と呼ばれる人を京都から呼んできた時に、この今川氏豊が蹴鞠を習いたいと言ってこの諸畑城に行きます。ですので、まあ、この二人は顔見知りということでございますが、その後、今川氏豊はレンガ、和歌の会のレンガの会が好きで、この名古屋城、柳の丸と呼ばれる名古屋城で、レンガの会を開いておりました。レンガの会というのは上の句を一人が読んで、まあ、別の人がそれにつなげるように下の句を読むという会でございますが、そこに、この織田信秀がしばしば通ってくるようになりました。つまり、まあ、2人の間には交流があったわけですけれども、織田信秀には名古屋城を奪おうという魂胆があって、それを隠してこの氏豊のところに通ってきます。レンガの会に通い詰めます。で、何度も通っているうちに氏豊は、まあ、織田信秀にすっかり気を許してしまいます。で、ある日織田信秀は名古屋城訪問中に急にこう苦しみ始めます。でもそれは仮病で、芝居といいますか演技で、死にそうなふりをしているだけでした。で、自分は死ぬかもしれないので、まあ、ここに家臣を呼んで遺言をしたい、まあ、つきましては、まあ、家臣を呼んでほしいと頼んで、まあ、家臣を呼び寄せます。で、名古屋城の城外にもですね、密かに信秀の、武装した兵を潜ませていました。そして、まあ、そのまま火は止まるということになって、夜中に、武力でこの柳の丸を奪って、まあ、氏豊を追放してしまいます。さすがに氏豊の命だけは奪わなかったようですけれども、まあ、氏豊は京へ逃げて、その後駿府の今川義元の元へ戻ったという説もありますが、行方が分からなくなって没年も分かっていない人でございます。で、織田信秀は名古屋城、ごめんなさい、奪って名古屋城主になりますが、やがてこの信長に譲って、自分は末盛城、今の加工座の近くの末盛城に移ります。信長も間もなく清須城に移って、ここは織田信光というですね、信長の叔父が入ります。で、やがて親戚筋が、まあ、城主になって、まあ、短期間に城主がコロコロ変わって、やがて1582年に廃城になりました。なので、まあ徳川家康が名古屋城を建てようという時にはもう廃城して30年近く経っていたわけでございます。で、昔はその土地の住人は、まあ、領主を、城主が住んでいればそこに、まあ、家臣の家族ですとか商人も、まあ、商いのためにそこに住んでいますが、無人の城の周りはもうどんどん寂れていって、まあ、30年無人だって30年経っておりますので、まあ、ほとんど誰もいないような状況になっております。ですので、まあ、そこに、家康が、まあ、城を建てるわけなので、まあ、ほとんど真っさらなところに徳川家康が意図して、まあ、ここに町を作る、現在の言葉で言えば都市計画に基づいてですね、作った計画都市ということが名古屋はこういう特徴があると思います。だんだん元々あった集落がこうだんだん大きくなって大都市になっていったのではなくて、意図的に作られた計画都市でと思います。で、この辺りのことは皆様の方がよくご存知だと思いますが、一応北が上が北でございます。運河である川を掘削して、資材運搬の川を確保しておいて名古屋城を築城、そして、東と南に武家を置き、町にエリアを五番割りにして、さらに南と、東寺町あたりに寺を配置するというですね、こういう町割り計画でございます。そして尾張の国の中心地は、清須ではなくて名古屋に転しますということで、まあ、一気に人々が大勢引っ越してきて名古屋の城下町ができました。で、1610年、1月から、まあ、名古屋城普請が始まりますが、1612年12月に名古屋城天守が竣工いたします。1615年2月に本丸御殿が完成して、2ヶ月ごとに4月、まあ、義直が紀州春姫、和歌山で春姫と結婚して、すぐ大阪夏の陣がございまして、
大阪夏の陣で豊臣氏が滅亡いたします。滅亡して、翌7月ですね、改元をいたします。年号を変えます。元和と変えますけれども、それまで元号は朝廷で付けられるものでしたが、この時徳川家康の意向によって、初めてその武家の意向によって元号が付けられました。元という漢字は始めるという意味があるそうで、和を始める、つまりこれからは平和な世の中であるという意味がこもっているかと思います。家康は名古屋城ができたことも見届け、豊臣氏が滅んだことも見届け、名古屋の町ができたことも見届けて、翌元和2年と、75歳の生涯を閉じました。再来年大河ドラマは松本潤さん主演のどうする家康に決定しておりますが、100% ドラマに使われるだろう場面は桶狭間の戦いだと思いますけれども、家康は19歳の時にですね、この桶狭間の戦いがあって人質になっておりました今川義元が倒れたために身の危険を感じ、この岡崎の大樹寺に駆け込みます。逃げ込んで、先祖の墓の前で自害するつもりでしたけれども、当時の大樹寺商人と大樹寺住職の東予商人が、戦国の乱世をなくしてですね、住みよい浄土にするのがお前の役目だということを諭しまして、家康に自害を思いとどめらせます。で、岡崎の大樹寺に行きますと、本堂正面右側に本里江戸、左側に権武浄土と書いてあります。戦乱の糸井離れ喜んで極楽浄土を作るという、その言葉を座右の銘として旗印にもしておりました家康ですけれども、実際に、その一生の中で戦乱の世を終わらせて平和を築いたわけでございます。名古屋の町、家康が最晩年に作った町です。ようやく戦の世が終わり平和な世になることを見越して名古屋の町が作られているんだろうと思います。そして、家康の死後、おかめさん落職いたしまして総王院と名乗ります。おかめさんのどんな人であったか、ちょっとここからおかめさんの人となりを探っていきたいと思うんですけれども、人物の性格とかどんなキャラだったかというのは、想像の域を出ない事柄でございますので、あくまで私の意見、個人的な意見でございますけれども、まずおかめさん、丸一で、できる秘書タイプと書きましたけれども、現在でいうところの、秘書のようなことをやっております。仕事のようなことをやっております。この写真は名古屋市博物館所蔵のですね、おかめの方の直筆の手紙ですが、尾張の国奉行2名に宛てて家康からの指示伝達をおかめの方が書いております。内容は事務的なことで、堀川が築かれた土地を、嘉永朝天皇坊に与えるようにという内容らしいんですけれども、要するに家康の指示取り次ぎをおかめの方が手紙に書いて、尾張徳川家の家臣の人に伝えるということをやっております。家康と、尾張の国奉行との間に入って、コミュニケーションを取っているわけです。この他にもですね、京都の岩清水八幡宮におかめの方の、直筆の手紙が残されていて、家康が決定したことを八幡宮に伝えたり、あと京都の西本願寺にもおかめの方の手紙が大津に残っておりまして、そこには小袖や扇をもらったお礼にですね、大納言吉直によろしく言っておきますというようなことが書いてあります。おかめの方が、家康、吉直と第三者の間に入って、活発にコミュニケーションを取っていることが分かります。清須氏を提唱していました氏勝も、志士によればおかめの方を通じて家康に進言したということですので、家康に直接話す機会のない人もおかめの方に言ってもらうという、話してもらう、おかめの方が間に入ることによって、話がうまくいくといったような側面もあったんではないかと思います。そして、もう一つは世話好きな人かなということで、京都の分いわゆる文化人といわれる人たちを、尾張徳川家と結びつけているということを挙げたと思います。おかめさんのお父さんが岩清水八幡宮の、
ゆかりの人であることはすでに話しましたけれども、お母さんが誰かというと、まあ、これまたいろんな説があるんですけれども、あの宇治のお茶師の家の人だと言われております。で、江戸時代あのお茶壺道中でですね、将軍家も尾張徳川家も宇治へお茶壺を運んで新茶を詰めてもらっていました。尾張徳川家の場合は、この宇治の神林家と尾崎郷家2つの家がこう1年ごとに茶詰めを担当しておりました。その2つの家の1つが尾崎郷家であります。神林家の方はあの現在もですね、神林春松本店という名前でこのお茶のペットボトル綾鷹などを出しているお店でございます。本能寺の変の時に、まあ、あの直後にですね、家康が大阪からあの岡崎へ逃げてきた間のあの伊賀越えをこの神林家の人が助けたということで、まあ、徳川家が非常に恩を感じている家でございます。そして、まあ、あの岡部さんの親戚はこの尾崎郷家でございますが、尾崎郷家の文書にですね、あの尾州様お出入り捕まつり次第は総法院様お取り立てを持ってご用の文字がございまして、岡部さんの引き立てで、尾張徳川家の担当になったということが書かれております。母方の実家をですね、尾張徳川家の御用達に取り立てたというふうに考えられます。岡部さんの意思が働いていると思います。お茶壺道中というのはあのなかなか大変で、まあ、庶民はあの茶壺に追われてと民謝の歌のごとくですね、何か粗相でもあると大変でございますので、まあ、お茶壺が来たとなりますと子どもたちをこう家の中に入れてとピシャンと閉めるというようなことがあったと思うんですけれども、あの大変なのはそのお茶壺道中に行きゃ庶民だけでなくて迎える側の宇治の茶師も大変でございました。あの尾張徳川家の場合はですね、あのお好き屋頭というお目見え格の武士とその家来数名、荷物を担ぐ人も合わせると最大で26人くらいで、まあ、宇治へ行っていたそうなんですけれども、そのお茶壺を携えて宇治に行って茶を詰めてもらってすぐ帰ってくるわけではないんです。あの宇治で教養教をですね、ご接待を受け、まあ、時には宇治の平等院に連れてってもらい、オプショナルツアーみたいな感じであの伏見の方にもですね、観光、まあ、物見湯さんに出かけて、まあ、それからゆっくり帰ってくるというようなことをやっていたそうで、まあ特にですね、それが江戸時代の中頃になってくるとどんどんエスカレートしてきて、その接待がこの宇治の茶師の家のですね、あの財政的な非常に負担になっていて、大変だ大変だというようなことを書いた文書が残っております。まあ、果たして尾張徳川家の御用達になって良かったのか悪かったのか、最初はまあおかめさんのおかげで、お茶師に取りあの担当に取り立てていただいて名誉なことでございますと言って始まった、お家もですね、だんだん、まあ、終わり時代が下ってくると尾張徳川家の接待が大変だ大変だという矛盾した図式になっております。さて、おかめさんが京都の人たちを尾張徳川家に結びつけたという話の妻続きなんですけれども、同郷の八幡に松花堂少女という人がいました。松花堂少女はあの岩清水八幡宮の社僧でございますが、十字に仕切られたあの道具箱を使っていたので、後世の人が松花堂道具箱からヒントを得て松花堂弁当が、できたんですけれども、この松花堂少女自体はお弁当とは全く関係ございません。松花堂と名付けた草庵を建てて茶の湯、小絵画などを楽しんでいた人でございます。この人書にかけては非常に大変な達人でございまして、寛永時代、寛永の三筆と呼ばれていた人でございます。寛永の三筆のうち、この松花堂少女と、本阿弥光悦が義直の手習い手本帳を作っております。現物は徳川美術館に所蔵されております。この松花堂少女という人、おかめさんより一回り若いんですけれども、まあ、非常に社交的で人と人とを結びつけて、まあ、交流を広げるというようなことを好む人で、
小堀遠州ですとか四川堂を建てた石川定山などを当時の、まあ、いわゆる文化人と呼ばれている人たちを、まあ、吉直に結びつけております。で寛永3年1626年には京都で徳川義直公と公家の近衛信弘との初対面の中をこの松花堂少女が取り持ってですね面会の場を設定いたします。公家の徳川家と公家の近衛家と、まあ、仲良くさせようということで茶席を設けます。そして、まあ、徳川義直さんがですね尾張家の伏見屋敷に、まあ、到着する数日前から松花堂少女がですね、まあ、近いところに待機をしていて尾張徳川家の動静をいちいち記録してですねこの絵家に書きを送っております。例えば、まあ、尾張中納言様明日伏見屋敷におなりになられます、家老の成瀬さん同行しておられます、竹の子さん今だお姿見えませんみたいなこと逐一ですね書いて、この絵家に書きを送っております。装束や土産物の打ち合わせなどもこの絵家として少女がまず義直に会って信弘近衛さんがこの日に来ます同行する人はこの人とこの人でいいですねというようなことまで打ち合わせをして後でご対面させたということでございます。これが叶ったのもおかめの方と松花堂少女が同郷のよしみだったからと思います。その3意外とこうちゃっかり者だったんではないか、いいとこ取りの人かなというふうに思うんですけども、徳川家康が亡くなった後家康の遺品は御三家に分けられたんですけれども正規の手続きを経ずにいつの間にか尾張徳川家のものになっていた刀、家康の愛刀刀があります。小野義定宗という刀でございますが、おかめさんが家康の遺品から、まあ、勝手に取り出して、まあ、愛する義直のものにしたという言い伝えがございますが、この小野義定宗は現在はおかめさんのちょっとエピソードとは別のところで非常に人気になっておりまして、この旗の左側に書かれたのが小野義定宗でございますが、現在徳川美術館のお客さんの大半は、刀剣女子と呼ばれるゲーム刀剣乱舞ファンの若い女性たちでございます。戦国将軍さんに聞いたところ8割方この刀剣女子がだそうでございます。で私も10年以上前から徳川美術館にしょっちゅう行っておりますが、徳川美術館ほど客層が変わったガラッと変わった美術館を他に知りません。昔は割とこうご年配の方ですとか団体ツアーで来られた方が多かったような気がしますが、まあ、今はコロナで、まあ、その団体ツアーというのが減っているというのもあるでしょうけれども、今ほとんど20代ぐらいの若い女性ばかりです。でミュージアムショップで売られているお土産物もですね、すごいまあ、意識してかすごいファンシーな女子受けするグッズばっかりが売られております。で先日はですねこんな感じでですねこのゲームのキャラクターである刀剣男子がこう門の前に立っててですね、まあ、刀剣女子をお出迎えするという趣向なんですけれども、まあ、ここで若い女の子たちがまあ一緒に記念写真を撮ったりしているわけです。でまあ、10代中学生ぐらいの子がですね、小野義定宗がねみたいな感じでこうポロッとさらっと刀剣の刀の名前をこう口にするわけで、まあ、ゲームの影響って本当すごいなと思います。まあ、ゲームから入ってもですね、まあ、美術館に来て本物の刀を見て、まあ、それにまつわるですね、まあ、おかみさんの名前とか、まあ、いろんなことを知ってですね、でカフェに来ますと今度はちょっとインスタ映えするようなケーキとかも今なんか置いてあるみたいでですね、まあ、楽しいだろうなというふうに思いますが、その子たちしきりにですねこの特備組という言葉を口にするんです。下の方に書きましたけれども、でこの特備組って何だろうと、まあ、私なんか全然時代についていってないのでネットで調べるわけなんですけども、これは
その刀剣乱舞というですねゲームのキャラクターのうち徳川美術館が所蔵している刀、それを徳美組という、徳川美術館組の略ですね、徳美組というそうでございます。反対にその刀剣乱舞に出てくるゲームの中に出てくるですね刀のうち東京国立博物館にあるものを東博組というそうでございます。なので、まあ、これらの、まあ、ダマゾウ東四郎から始まって六振りのですね刀が出ているときは徳川美術館は混雑しているというですねことになっておりますが、まあ、徳川美術館の方も、まあ、こうニーズに合わせてこうどんどん変わっていけるっていうのがこのフレキシブルな感じがすごいなというふうに思っております。まあ、余談でしたが家康の刀物吉貞宗を徳川家尾張徳川家のものにしたのはおかめさんだという話でございます。次に行きます。丸4、意外に推しが強くて発言力があるかなという感じでございますが、おかめさんの孫にあたる2代目藩主徳川光友のお嫁さんに将軍家光公の長女千代姫が欲しいと将軍に申し出たのはおかめさんだということを書いた文書がございます。人間関係をまとめますと、徳川義直は、まあ、家康とおかめさんの子ですが、家康が亡くなる前に、春姫様、お越しになられましたが、結果的にお子さんいらっしゃらなかったので側室のお嬢の方との間にこの光友さんが生まれました。この光友さんのお嫁さんが将軍家光の、長女千代姫でございます。光友との婚姻は千代姫まだ3歳の時でしたので、まあ、嫁入りしたのかどうかも分かってないような状況だったと思うんですが、まあ、この千代姫を欲しいと言ったのがおかみさんだということでございますが、まあ、願いは聞き入れられたものの、将軍から天下にも代え難い大事な娘なのだから、総員にも大事に盛り立てていただきたいというふうに釘を刺されたという、ことを書いたものもあります。余談でございますが、この千代姫がですね30代になった時にですね、尾張徳川家江戸に、通称富山荘という下屋敷を持ちますが、もともと富山の土地を持ってたのがこの千代姫の曽祖母の祖神にという人でございます。当時としては長生きの88歳という長寿を保った人でございますが、晩年にですね、まあ、自分の土地をですねこの千代姫に譲りたい、まあ、お振りの方はもう千代姫出産後、3年ぐらい亡くなっておりますので、まあ、その孫可愛い孫死んだ孫娘の忘れがたみの千代姫に土地を譲りたいということで富山の土地を譲った、まあ、千代姫に譲ったイコール、まあ、尾張徳川家に譲ったというような形ですけれども、光友がさらにその土地にまあ、周辺の土地を配慮したいというふうに家光に願い出てですね、富山市下屋敷富山荘ができております。そして、まあ、光友、この徳川光友の出生に関しては名古屋市市の山下氏勝の項にですねちょっと興味深いことが書いてありまして、後のお嬢の方が妊娠している時に、まあ、吉田は自分の子ではないと、まあ、お嬢の方が身分の低い出だったので、まあ、それを恥じたというようなことが書いてありますが、まあ、自分の子ではないと言い張っていた、けれどもおかめの方の内命を受けてですね山下氏勝がこう問い詰めに行くわけです。殿の子ですね、何度も言って、まあ、吉永が自分の子ではないと言い張っている、まあ、そうこうしているうちにお嬢の方から男の子が生まれて、山下氏勝が名古屋市史によると死をもって争うに至るとまで書いてあるんですが、死をもって争うがどういうことなのかちょっとよくわからないんですけれども、切腹を覚悟して、まあ、義直を問い詰めたということなのかなと思うんですが、まあ、義直と山下氏勝が言い争いになってしまいます。で、義直さんはその言い争いになって、まあ、ようやく自分の子であるということを、まあ、告白したということが書いておりますが、光友さんの方はまあ大人になってからですねその話を聞いて、まあ、非常に山下氏勝のことを大事にしていたというエピソードがございまして、山下氏勝京都を所定しておっしゃる氏勝でございますが、晩年に目の病気を患って失明をしてしまいます。
で三つ友が2代目のお殿様に就任した時26歳なんですが、山下氏勝の方はもう83歳になっておりました。で、あの三つ友の就任の主演ですね、宴の際に、まあ、すでに83歳になっていた山下氏勝を呼んで、三つ友がですね、今自分があるのは山下氏勝のおかげだと、氏勝の功績において右に出る者はもう他にいないということを述べたばかりではなくて、この目の見えなくなっていた氏勝の手を取って、その手を自分の懐に入れ、氏勝の、あの背中をさすったらですね、まあ、氏勝が、まあ、感涙にむせんでしまった。でその涙を見て、そこの主演を宴の席にいた人、家臣がみんなですね、まあ、もらい泣きをしたというようないい話がですね、詩人に載っておりました。そして、おかめさんの人となりを、まあ、最後まとめますと、まあ、できる秘書タイプであったのではないか、まあ、世話好きだったのではないか、まあ、今日の人たちを割と徳川家と結びつけたりですね、まあ、大変な世話好きになったのではないか、で割とちゃっかりした部分もあって、まあ、推しが強くて、まあ、言うこと言うべきことは言うと、発言力があったではないか、まあ、こんなキャラの女性を私はイメージしておりますが、まあ、これはあくまでも私 の、 あの個人的な意見でございまして、歴史研究者の方は誰もそんなことは言っておりません。あの個人的な意見でございます。でおかめの方、あの寛永19年1642年まで、まあ、70歳近くまで生きて、江戸で死去した後、徳川義直によって名古屋に総王寺が建てられます。当初東区の山口町にございましたが、昭和の初めに現在の千種区に移転されました。これ現在の総門、総寺さんの総門でございます。本堂はこんな感じでございます。正面に吉直さんの手による変額がかけてありまして、拡大しますと右から総王寺と書いてございます。でこれはおかめさんの墓碑です。お墓ではないそうで、墓碑だそうでございます。で終わり名所杖にも総王寺は載っております。おかめさんが京都岩清水八幡宮の社人の家の出身だったこともかけて、こんな和歌が載っております。岩清水清き流れの宝寺、亀の名によよろずよやへんと、おかめさんの名に由来する宝の寺は万年も世に残るだろうと歌っております。昔の人が和歌に詠んだのを、まあ、現在の私たちは受け継いで、地元の私たちが大切にしていくべきお寺かなというふうに思っております。さて、おかめさんが八幡の岩清水八幡宮の近くで生まれて、お父さんが岩清水八幡宮の神職であったことは、まあ最初の方で述べましたけれども、岩清水八幡宮のちょっと社殿の写真をよく見ていただきたいのですが、正面真ん中のここにご注目ください。拡大いたしますと、鳩が2羽向かい合っております。これを向かい鳩と呼ぶらしいんですけれども、現在の八幡市はこの鳩をそのままデザインする形で、八幡の八という字も、まあ、一緒にデザインするような形でこういうマークになっております。これ、このマークどことなく名古屋の丸八に似ております。名古屋の公式ホームページによりますと、この丸八は師匠は明治40年に制定されて、江戸時代に尾張徳川家が愛印、つまり葵の御紋の代わりに略称として使っていた、それを、まあ、尾張徳川家を使っていたものをそのまま引き継ぐ形で、明治の時に制定されたということは確からしいんですけれども、でもそもそも なぜ尾張徳川家が愛印に丸八を使っていたか、これも、いくつかの説が名古屋市ホームページに書いてあります。一つは尾張八郡ですね、あの尾張藩政下に八つの郡があった、愛知春日井羽栗今長島街東海西地帯八郡の八である、尾張の他にはあのカタカナ表記で尾張の和をですね、カタカナのハと書くので丸八になっているというようなあの説がいくつか書いてありまして、4つ目にですね、最後にこの向かい鳩説というのがあるんです。つまり、まあ、八幡市と
師匠の出所は一緒ということでございますが、理由としては徳川家康は先祖は源氏であると自称しておりますので、清和源氏の流れなので源義家が元服した岩清水八幡宮ゆかりのデザインにしたというのがございまして、まあ、個人的にはこの説を信じると、まあ、なんかお亀さんの隠然たる力が現在も働いているような気がして、ちょっと面白いなというような気が個人的にはいたしますが、あの真実は分かりません。最後になりましたが、もうあの本日のお話は研究者や学芸員さんたちの、ご研究成果でありますこれらの文献をから多数引用させていただきました。の歴史にお詳しい諸先輩方の前で長々大変失礼いたしました。あのこれにて終わらせていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。